この声をこティアティアタみたいな。そうそう、そうするとアーティクルね、アーティキュレーション、こう関節をつけるってこと、詞をつけるってこと。そうするとティアっていうこういう時に少しちょっと短くなるの。ティアティアタ、極端に昔の教え方だけど後ろを短めにティアティアタね。それができてティアティアタってどちらでもいいんだけど、端かっきりします。ちょっとピッチ高いとか空いてる空いてる、それは低すぎる。ティアティアタ、その音その音その音ね。だから今半音近くが上がったり下がったり、こう同じ指によるつもりでもどっか空いちゃうと起きるんですよ。で今見てるとどこだろうな、人差し指かな、ここの、うん、それどこなんだ、あ違う、あでもそっち側にあれか、半音があるのか、じゃあ全部押さえちゃいけないのか、気をつけてもらって、その辺。ちょっと僕の脇と違うんで。ここはこうだけど、これはこっち側に僕のあるんで、逆なんで。はい。そうそう、そうですね。いいと思います。ティアティレ。ティアティア。ミロと単元しましょう。ティアティアタ。そうそう、ゆっくりやった方がいいよ。一つずつ認識した方が、ティア、そうそうそういうことだ。ドドシラ、ゆっくりすると、人によって違うんですけど、違うんですけど、ドドシラ。僕の場合はこう、今ドド、こっち側にあると思うんだけどな、ドドシラ、ドドドド。ドの次、シを中指前に出します。で、今度は、人差し指も前に出します。で、全部こう、べちゃっと押さえていくと。これ、すごく難しいんだけどね。しょうがないよね。ドシラ。そうそう。あなたの声は、まあ、その場合は、ドドシラーってなります。ドドシで中指、ラで人差し指、僕の脇は後ろにある。あ、今出ました、今出ました。ドドシラ。それちょっと高いけど、それが低くなれば OK。